適正語。適正語は、敵対国や抗戦国で一般に使用されている言語を指した語。適正語と当て字されることもある。特に、日本では、日中戦争、シナ事変改戦により、適正国となったアメリカやイギリスとの対立がより深まる1940年、昭和15年に入ると、英語、形調不白、形調不白と位置づけ、 性にあたるものだとして排斥が進み、米が完全な敵国、交戦国となった太平洋戦争、大東亜戦争突入後は、その運動はより顕著なものとなった。本校は、この日本における適正語について主に衝述する。適正語は法律等で禁止されたものではなく、対米戦争に向かう中で高まっていくナショナリズムに押されて、 自然発生的に生まれた社会運動である。そのため分野によって適正語排除の影響や熱意には大きな開きがあり、また徹底されたものでもなかった。そもそも古くは幕末、明治初期の頃より欧米に反を取りき大化を行っていた日本に、おい、英語を筆頭とする外来語が日本語に与えていた影響は大きく、戦前中の日本国内でも簡単な英単語、和製英語は マスメディア上のみならず、市民の日常において盛んに使用されていたものであった。例として、情報局編集、内閣印刷局発行の写真集報や、政府や軍部の検閲を受けたニュース映画、日本ニュースといったプロパガンダで用いられたメディアでさえ、太平洋戦争末期に至る、前、まあ、英単語は使用されている。そもそも、日本ニュースは1945年、 昭和20年7月1日公開の第254号、戦時下最終号まで、英語であるニュースをタイトルに使用し続けており、日本、ニュー、情景画像の写真集法、第257号では、米英文化を排斥する特集が関東で組まれている。一方で、この直後に掲載されている15の国民生活を解く、コラム、間に合わせで済ませる工夫では、質、コンビネーション、 直帰などの英単語や和製英語を使用している。そもそも、この写真集法第257号で問題にされているのは、台米戦下での15における、米英美体の生活態度、同号参考で攻撃されているのは、あまりにアメリカナイズされた看板や商品及び文化、ジャズ等の米英音楽であり、米英レコードを叩き出そう。これが、日本人による日本商品だか。 内務省と情報局による廃棄すべき適正レコード一覧表など英語そのものを廃棄の対象としているわけではない。太平洋戦争突入後の1942年昭和17年7月にキングレコードより発売された点数の歌林伊佐を三原淳子歌唱。同年2月に政府が実施した医療切符配給制を題材とする戦時海洋の歌詞に ハンカチ、ハンケチ、エプロン、ワンピース、サイレン、ゲートルといった多数の英単語等が使用されている。経済の分野でも英単語の入った商品名やブランド名などが変更された事例があるが、例えば松下電機はナショナル、早川電機工業はシャープのブランド名を冠した製品を戦時中も発売しいるなど徹底したものではなかった。このように、 適正後は圧力を受けた一般民間人や民間団体による自己規制によって排斥された主に対米栄戦たる太平洋戦争当時のセミー公用運動の一つに過ぎない。なお、第二次世界大戦において日本は米英だけでなく中国とも敵対、交戦したが中国語に由来する漢語については目立った排斥はなく。 むしろ英単語の置き換えには、看護式の表記が多く使われた。国民が、高等教育の現場における、英語教育を取りやめるべきと、内閣総理大臣、東条秀樹陸軍大将へ要求したこともあるが、東条はこれを国会において、英語教育は、戦争において必要であるとし拒否している。ただし戦時下のため、英語教育は廃止こそされていない、ものの縮小されており、 中学校、女学校では、英語が必修科目から、随意科目、選択科目へと変更され、授業数も大幅に減らされている。1944年、昭和19年には、中学校国定教科書、音楽に、イギリス国家、国王陛下万歳が掲載されていたことが、堀内和夫衆議院議員によって指摘され、文部省当局は即時削除を命じた。 また、英語、音楽以外でも教科書における適正箇所は順次訂正されることになった。当時、国定教科書、英語の編集委員だった、星山三郎の資料によると、以下の表現を、排撃するよう求められていた。さらに、外務省では、外国人記者に対する記者会見でも、英語編長の風潮を駆逐するために、英語の使用禁止日本語での記者会見に統一した。 NHK ラジオ第2放送の基礎英語も改戦と同時に中断され降伏まで復活しなかった。民間が主導する排斥運動だったためその徹底度は組織的、地理的な事情により大きく異なった。軍の整備部隊や交渉、軍需工場などではボルトナットスパナなど日本語にしようがない、もしくは 日本語化しても馴染みがないなどの理由で、英語排斥は徹底せず公然と英語の用語が使用されることが多かった。特筆に値する点として、日本本土空襲下である、戦争末期の1945年3月8日に、国民に公開されたニュース映画である、陸軍省検閲済み、日本ニュース第247号講義学生の操縦訓練では、 エンジニアパイロットを養成中の陸軍航空部隊及び陸軍航空本部が取材されているが陸軍将校である教官の自ら飛行機を操縦してみて技術的に一体どんなことを感じたかとの問いに対して陸軍の訓練生がはい、ボルト及びナットの規格をさらに簡単に統一すべきである思いましたと答えている姿が収められている 日中戦争勃発後の1937年に陸軍が発行した軍隊調理法ではパン、クリーム、スチーブ、オムレツ、ドーナツなどのレシピが登場し、レシピの中ではカロリー、ラードなどの外来語も見られる。中には帽子粉と書いた後にカッコつきでベーキングパウダーという英語を付け足している箇所すら存在する。イギリス海軍を手本とし、 専門用語に英語内誌独自の和製英語を使用していた海軍では特に多用されていた。1944年12月公開の国作映画、大撃大出動には南方の中屯地内で兵隊が野球をしているシーンがあるが、そこではアウト、ストライクという言葉が使われている。陸軍でも上述及び口述の通り英語は排斥されていたわけではなく、例として 陸軍航空部隊では、落下タンク、海軍では、増装と故障、スペリー、昇空島などといった、英語由来の専門用語の数々や、ピスト、操縦者の控除といったフランス語は、太平戦争中も一貫して使用されている。特筆に値する点として、1942年4月にアメリカ軍が行った同リットル空襲に対する、陸軍の見解として、 大本営陸軍報道部は英語を交えたユーモアあるジョークを用いた以下の内容を発表。1943年昭和18年5月20日に日本放送協会ラジオ第一が放送した陸軍少年戦車兵学校の紹介番組では教官である陸軍将校が同校生徒に対し以下の内容を訓示し、同校長である玉田義郎陸軍少将も 以下のごとき発言をしているなど、陸軍のより直接的なプロパガンダの場においても、英語、英単語は当然のごとく使用されている。さらに、太平洋戦争後半である九百四十四年三月に、公開された、陸軍省公演、情報局選定のノンフィクション国策映画、加藤春戦闘隊では、藤田進演ずる軍心、加藤武雄戦隊長、陸軍中佐が、 日中の敵機迎撃時に、チャンス、チャンス、と発言したことを題材に、夕食の席上において、部下が笑いながら適正後排斥運動を、皮肉、茶化したジョークを飛ばす以下のシーンが公然と存在している。本作では、コーヒー、ウイスキー、スペリー、ベランダ、タイヤ、フォークといった単語も、劇中で、加藤ら陸軍将校が多用しており、 加藤は寝室予定地視察帰りにコーヒー見ると、豆土産に購入し部下に引き立てコーヒーを振る舞う、スプーンを常時持ち歩く、スパゲティとマカロニについて、うんちくを語るなど、西欧文化に精通した人物として意図的に強調して描かれている、欧州張り経験もある史実の加藤の人物像を忠実に再現。さらには、1941年12月24日の会食シーンでは、 加藤舞台仕様の昇降食堂に、欧米文化である、クリスマスツリーや、クリスマスリースが飾られている。なお、本映画のモデル舞台である、飛行第64戦隊の舞台化、軍歌、飛行第64戦隊化、加藤春戦闘隊、加藤舞台化の第1番歌詞で出しは、エンジンの音符号と、早草はやぶさはゆく雲の果てであり、どうかは、本映画の事実上の次第歌、 劇中歌として多用されているとともに、レコード化もされ、軍や民間の間では広く親しまれていた。本歌は1940年に、同体院の田中林平陸軍場によって作詞。また、戦争も末期である1944年11月に、完成、公開された、中国戦線にて即成される寄せ集め軍楽隊をコミカルに描いた、国作映画、野戦軍楽隊。 情報局国民映画当選脚本、陸軍全面協力2話ものシーンが存在する。陸海軍を問わず、部隊の軍隊符号、装備の略称にはアルファベットが多用されており、シナ派遣軍の CGA、この絵第2師団の2次 d 中戦車の MTK、対戦車砲の TA、機動艇の SS t SB e 艇など、作戦名でもマレー戦。 香港戦、フィリピン戦、グアム戦、ランイン戦の日本側名称は、それぞれ E 作戦、C 作戦、M 作戦、G 作戦、H 作戦であった。軍国美談でも、チョコレートと兵隊などの物語が存在する。日本本土空襲竹縄かつ本土決戦も叫ばれ、反米への感情も最高潮であった、太平洋戦争末期の年月日に、 公開されたニュース映画日本ニュース第254号進むくる舞台号陸軍の四式戦疾風と海軍の雷電を紹介する戦時中祭の日本ニュース劇中では軍歌、疾風戦闘隊の歌と雷電戦闘機隊の歌が BGM として使用されているがそれぞれ前者疾風ではスコール後者雷電では撃墜マークという英語由来の単語が 歌詞に含まれている。また、陸軍の参謀本部が中心となって発行した外国向けの宣伝雑誌として、1942年にグラフ誌フロント、英語で戦線の意を創刊している。これは中国語、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語など最大15カ国語に翻訳され、敗戦直前まで発行された。 昭和2万日の全記録第5巻昭和13年から15年、講段社1989年や王石一を、英語を禁止せよ、ごま書房、2007年では1940年9月、鉄道省が駅構内の英語表記を全面撤廃したとされているが、これは当時の朝日新聞の記事を誤って解釈したもの。その時点では、具体案を研究中というだけで、 大阪駅など1941から1942年でも英語表記が見られた。野球は敵国アメリカの事実上の国技であることから禁止を免れるため競技団体自らによる徹底した英語排除が行われた。野球には1890年頃から正岡式らが翻訳した打者、走者、死球、直球、飛球、遊撃手などの一連の和訳用語が すでに存在していたことも、この運動が特に野球で徹底される理由となった。1940年、昭和15年には、球団名の日本語名への解消と、ユニフォーム表記の漢字表記への変更が行われた。なお、半球軍は、大阪、日本、半球と、アルファベットが入いる、球団機を使用していたため変更要求が出たが、英語ではないとして拒絶している。 戦争激化に伴いプロ野球は1944年、昭和19年秋から1945年、昭和20年まで、選抜中等学校野球大会は主催者である。毎日新聞社の移行により1942年から1946年まで、全国中等学校優勝野球大会も主催者である。 朝日新聞社の意向により1941年から1945年まで中止されている。なおこれらの中止は、どの競技でもあったことであり、野球だけが狙い撃ちされたわけでない。1942年の第2本、学徒体育振興大会、いわゆる幻の甲子園や、第13回明治神宮競技大会でまた競技と、共に実施されている。内委員会のため、 審判が、ストライク、もとい、よし一本と言い間違えて、観客を笑わせる一幕もあったという。1942年10月27日には、警視庁保安課によって、東京卓球場組合が結成され、卓球試合中の英語、コール、5テン5から10、クスティーンオール、16から16の使用禁止が、厳明された。このか、 昭和16年12月15日の外務省時間会議により極東の表記が欧米中心的だとして全面禁止となった。このほか、光の側面の光表記が光に変更された。もっとも横文字を使ったすべての雑誌が解明したわけではなく、経済雑誌ダイヤモンド、朝日グラフのように横文字のまま発行された雑誌もある。また、 内閣情報部、情報局発行の、集報、写真集報の宣伝で用いられていた、国策のパンフレット、国策のグラフ紙というキャッチコピーも用いられなくなった。キリスト教系のミッションスクールなどは、キリスト教的教育を施している上に、公明に創設者である外国人の名前を冠したり、英の字を冠したりしていたので、特に名称変更が求められ、 1940年10月から1941年4月にかけて行われた。ただし、解明後の公明に聖書の言葉を引用して、ささやかな抵抗をする例もあった。1939年、昭和14年の映画法施行の際、映画関係者の登録制が導入された。その後、内務省警報局長のふざけた芸名を使うことが流行するのは、 国民の生活向上にも、自局柄にも、よろしくない。という談話が発表されたことが、きっかけとなり、1940年、昭和15年3月28日に、映画会社、レコード会社の代表者に解明法が原達され、特に英語を用いた芸名や、三宅、中心を揶揄した芸名などは、強制的に解明させられた。1943年頃から、 トンボ鉛筆は適正後の撃滅。と題した新聞広告で鉛筆の濃さの表記を以下のように変えると告知した。動物園などで表記の変更が行われた。太平洋戦争勃発後、京都植物園で日本語名の研究が行われた。言語とは民族を決定する重要な要素の一つであり、過激なナショナリズムと容易に結びつきやすい。 アメリカやイギリスでも第一次世界大戦中に、交戦国だったドイツで使用される、ドイツ語に対して、その規模こそは小さかったものの、やはり似たような排斥運動が起こっている。代表的な例として、当時イギリス王室の名称は、サクスイコールコバーグイコールゴータケだったが、1917年に、ジョージ5世は、敵国ドイツの両方である、ザクセンイコールコーブルクイコール、 ゴータ広告の名を冠した、この章を避け、王宮のある、ウィンザー城にちなんで、ウィンザー家と解消していることが挙げられる。詳細は、ウィンザー城参照。第二次世界大戦では、日本と交戦状態となったアメリカでは、日系人の強制収容が行われ、特に日系人が多かったハワイでは、日本語による、ラジオ放送などが改善と同時に即刻禁止となった。 ドントスピークザエネミー、e n s ランゲージスピー speak a 敵国の言葉ではなく、アメリカの言葉を喋ろう。とのスローガンが掲げられ、日本語、ドイツ語、イタリア語は排斥された。アメリカでは2003年に、イラク戦争に反対するフランスに対して反発する、アメリカ人が、フレンチフライ、フライドポテトのことを、フリーダムフライと言い換えようという主張する。 事例各地のローカル誌で紹介された。すると、そうした盲目的に保守的なアメリカ人に呆れるリベラルなアメリカ人も、また、これを自虐的に風刺する形で冗談半分に同調。その結果、フリーダムフライは流行語にまでなった。すると、今度はこれをフランスのメディアがアメリカで起こっている運動として報道したため、騒ぎは実体のないまま。 雪だるま式に肥大するいう奇妙な現象になった。アメリカの政治家、ジョン・ケリーはフランス語が得意だが、民主党の大統領候補となった2004年、イラク戦争への対応からフランスとアメリカの関係が悪化していたため、フランス語が得意であることが共和党からの攻撃材料とされた。これを交わすため、ケリーはフランス語を長い間封印することとなった。 第一次世界大戦でドイツと交戦していたロシア帝国では首都の名前であるサンクトペテルブルクがドイツ語風であったためペトログラードに改名した後にソビエト連邦によってレニングラードに改名され元のサンクトペテルブルクに戻ったのはソ連崩壊以降の1991年のことである第二次世界大戦における 連合国のブラジルでもイタリア語に由来する名称の使用が自粛されたため、イタリア系移民によって創立されたサッカークラブ、パレストラ、イタリアがパルメイラという名称に変更されたという事例がある。ブラジル大統領のジェトリオ・ドルネレスバルガスは国内において数軸国の言語での出版活動は完全に禁止させていた。日本語も禁止の対象であり、そのため、 日系ブラジル人は自分たちのルーツとなる日本の状況が抽選を過ぎても詳しくはわからなくなってしまい、勝ち組と負け組の問題を生んだ。第二次世界大戦後に建国された韓国では、日本との併合時代に大量に流入した日本語に由来する単語を和食と下げすみ、朝鮮語から追放しようとする動き、国語順化運動が現在に至るまで続いる。また、韓国では、 一部の固有名詞を除いて、朝鮮という故障を忌避し、韓国、韓、大韓などと表現する傾向があるが、これは北朝鮮が半島全土の故障として、朝鮮を用いているとや、韓国を南朝鮮と故障していることも背景の一つである大韓民国国名を参照。フランスはべての外国語をフランス語表現に言い換え、ものの数え方も重心法ではなく、 フランス独自の二重新法を使い続けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。